ピンポンパンポーン。はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キララファンタジア始めていきましょう。キララファンタジア、僕たちがしっかりしないと。おはよう。きちんと栄養は取ったかい？さあ、今回は何やりましょうかね。後日談ももう動き出してるんじゃないかな。あと時間があればメインクエストやりたいと思います。一緒に頑張りましょうね。トレーニング。朝のトレーニング気持ちいいわね。頑張ってるわね。戻りました。頑張ってるわね。教師として最善を尽くします。訓練。さあ、これでこっちか。次はたまには髪型変えてみようかな。どんなのがいいかな。ありがとうございます。すっごく助かりました。一応無償と、あとはないよな。なんかステップガチャがありますよ。クエスト。今度カナタとおニューの浴衣買いに行こう。あと後日談スタートです。私ちょっと今日はですねいろいろあって、短めでいきます。え、そうね。ねえ、うわあ。なんと、大丈夫？ちょっと。だね。うわあ。ふむふむ。お、なんか生態か。ちょっと。まあね。レクとか言ってもう真っ黒だから何も見えない。あは。エロエロ、エチエチ。え、でへへ。つまり少数派の悲哀かな。何言って。よし。ええ、そうね。目が開かない。そうなの？
はるかついてたのか。あれ？どうした？なんと！ピキリアーナ。やだ。スウェットも浴衣もどちらも着心地いいな。こいつだ。確かに。背中流しましょうか。おね。わかったわ。おお。うん。賑やかでいいわね。いいかしら。わかったわ。キャハ。ねえ。うわ。いいわね。別に。よし。でかいはやめて。いいじゃん。それはない。ちょっと。もう。気になるな、やっぱ温泉街か。さて。楽しかったんかい。え、のぼせるんじゃないの。え、何今度は。どうしよう。誰だ犯人は。不審人物に見えていないだろうか。さあ旅館。服がない。さあ水着だもんな。そうはないやろ。いや別に普段から水着じゃないだろう。そうよね。ぐう。フェニック服。そうですね。何が原因なんだろう。わかったわ。お。なんで？やったわね。おお、装着。いや、ああ、こっちの方がエロい。お。なんと。おお。誰だ。え。どれ、湯上がり。
りの牛乳を飲むとするか。あ、全部は解放されてないのか。これは第五さん、強敵クエストいけますね。そういや、ここの温泉は飲めるのかな。超強敵クエストやろう。これはちょっとハードそうね。赤か。これは陣営ですね。でもこの陣営だけじゃダメだな。別にボーナスいらんから、必ず勝てる構成にしよう。お羽も弱いからな。頑張るぞいを入れとかないと。他59だもんな、これベストが。本当に弱すぎる。そこでもう何でもいいから、これだとすごい人数多いから、星5の人間助けに入りましょう。誰がいいか。うん、やっぱりランプもいいですね。ランプという手もある。敵が一人なのか、それとも複数なのかによる。うん、コルク入れましょう。コルクなんか強いんじゃないの。あ、でもコルクは土属性だと、マイナス面に働いちゃうから、結局彼女ですね。はい、当然これどっちでもいいや。あ、レベルアップしたいからな。行きましょう。当然炎属性で、本当に強い人がいいよね。いや、若さ有利専用ナイフ、なんかシールドもありますね。彼方も今回は適用者です。カルダモンもいます。まだなかなか100はいってない感じですよね。まあ、仕方がないか、それは。一枚のみでした。今日はみんなでお出かけだね。勝ちに行きましょう。大丈夫だよね。一人か。きっと。頑張るゾイに任せましょう、この辺は。みんなを守って。どうすれば。子供扱いしてなめないでください。早めに投入しよう。孤立ってそういうことか。嘘だろ。無理しないでよ。今は我慢の時だね。やっちゃいますよ。やむを得ないね。当たってください。くれぐれも無理はしないこと。見てなさい。なんか能力落ちた方がいいかもね。守りもしっかりしなきゃ。嘘。一発やられてしまった。どうだ。行くよ。スワブリザーズ、スワブリザーズじゃないよ。
殊能力もついてるはず。どうしよう。やむを得ないね。何回でも孤立解除できるんですね。うまくいくといいんだけど。きっと大丈夫。腹ペコ属性だったのかこいつ。ちょっと考えよう。正義の鉄槌を食らわせてきた。アイディアが降りてきたぞ。えい。自身かな。今は我慢の時だね。負けないぜ。ショット。はい、おー危ない。でも結構強いかも。あーくそー、こいつか。えい。お願い、間に合って。叩いて攻撃仕掛けようと思ったら先に散られてしまった。うわあ、嘘だろ。黒歴史が走馬灯のように。いくよ。相手の先を全部捉えてる。私たちで頑張ろう。せーの、いきます。やばいの使い。私がやらなきゃ。かなりの強敵だな。防御力は上がったが全部回復の人間じゃん。ランチ攻撃。注意回復しやがったか。行くよ。嘘。動けない。まあこうなったらやるしかないですよね。石を使ってでも。先輩らしいところ見せないと。気をつけてね。痛いの。行くわよ。あれ今1位になった。私たちの勝利ね。そういうリスクのある技ってことですね。いよいよもらいました。勝ったは勝ったはいいものの、ちょっと厳しいな。これはちょっとハードそうね。まあミッションは達成したが。ありがとうです。とても助かりました。限定コールチケットがもらえた。トレード屋さんに行きましょう。おはよう。要件は？今のおすすめ。再び交換できるようになりました。交渉成立。うん。今252ですね。魔法使いのクエストも結構。交渉成立。稼げる感じ。限界突破。ニューゲーム行きましょう。また旅で2つ行きます。交渉成立。光属性が足りない。やっぱりそうか。これから陽属性でを変えないといけません。せアズニアンが進化してるんでね。魔法使いのクエストこそ少ないですけど、僧侶もちょっと減ってきてるな。うちのいい朝だな。
かな。悪くはないね。何を鍛えるんだ。それはシンボルがちょっと減ってきてるからな。これをこうして出来上がり。これをこうして、何を鍛えるんだ。カオ先生はまだまだレベルが必要ですね。頑張らないと。とりあえず前線に出れる強力な部隊を早く揃えていくことが肝心だと思います。はい、ということで、今回ここまでとなります。風呂上がり、私不審人物に見えていないだろうか、浮いていないだろうか。はい、今回エトワリア湯煙事件録、後日談と超強敵クエストをやりました。後日談はまだちょっと残っているので、次回はそちらをやって、どうするか考えたいと思います。よろしければチャンネル登録高評価お願いします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。このキララファンタジアの遊んだ動画プレイリストに載せております、URL こちらも説明欄に記載します。ぜひご覧ください。またこの動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。キララファンタジアお送りいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。